マリーナ・ショーは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューロシェル出身の女性ジャズシンガーである。1960年代に活動を開始し、今も継続中である。ヒップホップなどのサンプリング元としても著名である。ジャズトランペッターであった王子、ジミー・バージェスの影響で音楽と出会う。後に、ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューにて、彼はレコードを通じて、ディジー、マイルス、 たくさんのゴスペル音楽、あるヒブラーなど曲の歌わせ方をよく心得ている素晴らしい音楽に出会うきっかけをくれた、と語っている。1952年、バージェスは彼女をハーレムのアポロシアターでの公演に参加させることにした。彼女の母親は彼女がまだ若いうちにツアーに出ることに関して難色を示したが、その代わり彼女をニューヨーク州、 ティーチャーズカレッジに音楽を学ぶために通わせることにする。彼女は後に学校を中退、結婚し5人の子供を設けたが、歌手としての活動を諦めることはしなかった。時間を見つけてはクラブに姿を見せ、歌を披露するようになる。彼女が最も注目されたのは1963年、ジャズトランペッターである、ハワード・マギーと共演していた頃である。その頃彼女は、 彼のバンドメンバーとして、ニューポートジャズフェスティバルに出演を予定していたが、メンバーの一人との意見の食い違いにより、バンドを脱退した。翌年、彼女はコロンビアレーベルの新人発掘担当だった、ジョン・ハモンドによるオーディションに参加。しかし彼女は極度の緊張により良いパフォーマンスを発揮することができなかった。しかし、それで落胆することはなく、1966年まで、 小さなクラブで歌手活動を継続した。1966年、シカゴのプレイボーイクラブでの講演の際にチェスレコードの代表と出会い、この時契約を結んでいる。1969年、参加のカデットレコードより2枚のアルバムを発売。カリフォルニアソウル収録の同タイトル曲は2000年代に、 なって TV 広告に起用されるなど、後のイギリスのレアグルーブ界隈にて支持を獲得。今ではこの曲の最も優れたテイクとして知られている。音楽性の違いにより、1972年にブルーノートレコードに移籍。1975年、ブルーノートからフイズジス・ビッチ・エニウェイがリリースされるが、このジャズ、ソウル、ファンク、ジャンルを超えた、 グルービーなコンセプチュアルアルバムが今もマリーナ賞を音楽界の伝説にさせている。日本では CD 版が出されるまでレコードは長らく手に入れることのできない超高額なレア版として水煙の的となった。なんといってもチャック・レーニーのドライブ感ある強烈なベースがこの版の魅力である。ドラムはハービー・メイスン。音楽プロデューサーの松藤屋正隆は この歴史的な名盤を死ぬほど聴いたアルバムの一枚として挙げている。今も精力的にレコーディングや公演を続けており、2001年と2007年にはオランダにて開催されたノースシージャズフェスティバルに出演している。カデットブルーノートレコードコロンビアサウスベイバーブ、レコードコンコードジャズソウルブラザーレコード、ありがとうございます。